もうすぐもしかしたら廃盤になっちゃうのかなと思いますので、今これをね新築でつけちゃうと代用品がなくなったりするケースもありますので。どうも宮です。本日はですね、大人気だけれども不採用にした方がいい設備10選というテーマでお話をしていきたいと思います。この動画はですね、今外購検討している方見てほしい動画となっているんですけれども、その中でもこれを選んじゃって後悔してるっていう方結構たくさんいるんですよ。そういったアイテムを10選ピックアップしましたので、一つずつご紹介していきたいと思います。では早速行ってみたいと思います。今日もね、分かりやすいように画像ベースでご紹介していきたいと思いますので、画像を見ながら一緒にお話をしていきましょう。まず一つ目、ユニソンさんのビコのサイズですね。これいつもね、僕おすすめさせていただく商品になります。このね、ビコめちゃめちゃ使い勝手も良くて、ポストもついて大きい宅配ボックスもついてますし、2リットルのペットボトルも入れられますので、かなりおすすめしていつもこれを使ってます。ユニソンのビコ DB100 ポストありっていうのを使います。これはね、絶対採用してほしい商品なんですけれども、反対に採用してほしくない商品を今お話しますね。それがサイズ違いのビコ DB60 プラス80ポストっていうのがあるんですけれども、これ何かと言いますと、ポストもついてます。あとですね、ちっちゃい宅配ボックスが2個ついてるんですね。小さめとそこそこぐらいのサイズ感です。宅配ボックスの上の有効の内寸が幅320、高さ140、奥行き36センチですね。このサイズなかなかそんな来るかなっていうところですね。下はちょっと広いんですけれども、こちらも幅320mm、 高さ 258mm、 奥行き 365mm ということでね、このサイズで来ればいいんですけど、ワンサイズ大きい段ボールで来ちゃうと入らないってことになっちゃうので、高いボックスとしてね、もったいなくて結局不在票が入っちゃうってことになりかねないので、であればやはりいつも僕が推奨するちょっと大きめの段ボールですね、入るサイズがいいんじゃないかというところで、僕はいつもねこの DB100 を推奨しています。 DB100 ですと幅320、高さ415、合計365ということでですね、100は100サイズっていうんですけれども、3辺の合計が100センチまでの重量20キロまでのものですね。なので2リットルのペットボトルとかそれぐらいだったら入っちゃうぐらいの寸法になってます。このねビコがすごくおすすめなので、この DB100 ポストあり、もしくは120ポストなし、この2択のどっちかだけを選んでください。他のポストはね、ほんと小物をよく頼む人であればいいんですけれども、それ以外の方が使っちゃうとね、2個あるからって言ってもね、結構不便な思いしちゃう気がするんでね、あんまり僕はおすすめしてません。なのでまず1選目はこの宅配ボックスのビコご紹介させていただきました。2つ目、こちらはですね、シンボルツリーの香木となります。皆さんいつも香木ご紹介するじゃん、入れてって言うじゃんって思ってますよね。その通りです。いつも入れてっていうお話をさせていただきます。ただですね、お手入れできないズボラな方、全く剪定しないとどんどん大きくなっちゃうんですよ。屋根を越えちゃうぐらいでかくなるんですね。ってなるとすごくみすぼらしいですし、害虫ですね、毛虫、蜂、これが寄ってきやすくなります。特に太陽の光もね、シャットアウトしちゃったりもしますので、あまりおすすめしないんですね。なのでちゃんと剪定とかをしないと、害虫とかもうジメジメする原因にもなりますので、必ず手入れはしてほしいです。手入れできる方であれば綺麗に保てるので香木おすすめなんですけれども、できない方はちょっとやめた方がいいのかなということで、今回ピックアップさせていただきました。いつもね、推奨でとりあえず1本は入れましょうという話はするんですけれども、実際入れた後は皆さんが管理をしなきゃいけません。どういうことかというと、1年に1回2年に1回のですね、剪定をして切ってあげる。業者に依頼するとこれだけで 4,5 万円費用かかります。もしくは天然芝でやれば芝刈りですね、もしくは毎日の水やりっていうのは絶対に必要になります。これもですね、生きてる限りずっと必要になりますので、皆さんワンちゃんとか飼う時ってすごく育てられるかなって考えるじゃないですか。それと同じなんですね。植物も一度植えたらずっと育てなきゃいけないので、ちゃんとね考えた上で入れた方がいいと思いますので、この辺りもねしっかり考えた上で決めるようにしましょう。3つ目、樹脂フェンスの一部の商品。こちらですね、樹脂フェンスたくさん種類あります。僕いつも推奨するのはエコモックフェンスってやつ紹介するんですけれども、有名なところだとアーバンフェンスとか、他にも樹脂フェンスたくさんあるんですけれども、あまりおすすめ僕してなくて、樹脂フェンスって名前の通り樹脂の素材でできます。なので樹脂素材なので、結構熱を持つと曲がったりするんですよ。分かりやすく反ったりするんですね。ひどいやつだとビスがポーンって弾けたりします。通れたりもするんですよ。反りすぎてビスが弾かれるっていうんですね。で、板がポロンと落ちちゃうみたいな、これあります。いろんな商品ありますので、樹脂フェンスで外れるとかメンテナンス性考えると嫌だっていう人も多いと思うので、そういう方は抵抗あると思うので控えた方がいいです。結論として、エコモックフェンス僕推奨するのがなぜかというと、この辺検証してよく設置しまくってるんですよ。でもうこういった問題が一回も起こってないということで、実証としてエコモックフェンスを推奨しているということです。で、理由も分かっていて、僕2回同じ時期に違うフェンス2個設置したことあるんですよ。一般的な樹脂フェンスとエコモックフェンスつけたんですけど、一般的なフェンスはめっちゃ厚み薄いんですよ。でエコモックフェンスは結構厚みがしっかりしてるので、見た目も違うし反り具合っていうのもやっぱ違うんですよ。なので僕がいつもエコモックっていうのは安いお値打ちっていう
部分もあれば、なおかつこの反りづらいという部分で推奨しているということを覚えておいてください。それ以外の樹脂フェンスを選んじゃうと、反って板から外れるとか飛んでいくとかめちゃくちゃあるんで、本当に注意した方がいいですよ、これは。なので、安易に採用しないで、ちょっと考えて樹脂フェンスを使ってください。4戦目、こちら高麗芝となります。こちらね、いつもお話はさせてもらうんですけれども、さっきのね、高木の話と同じです。なので大きくどんどん成長します。芝生の場合はですね、真夏の場合はなんですけど、めちゃくちゃ水あげなきゃいけないです。でよくね、この動画を聞いて、いやいやうち水あげてないんだけど大丈夫だよっていう人いると思うんですけれども、いいんですけれども、ただね、それで枯れちゃう方もたくさんいるんですよ。地盤の影響って結構あって、水分とか日当たりとかもそうだし、個体差の芝生もあるんですよ。なので大丈夫な方はそれでいいんですけれども、あげてなくて枯れちゃう方はたくさんいるので、そういった方基準でお話しすると、しっかり水をあげた方がいいですよというお話をさせていただきます。芝生って分かりやすくて、水をあげてないとすぐ枯れた色になるんですよ。でしっかり水あげをするとまた戻ってくるんですね、青々とした。夏場に関しては、暑くなる前の朝方と夕方に水をあげましょう。1日2回ですね。理由は昼間にあげると熱湯に変わっちゃうんですよ。なので朝の日が昇る前に1回、もしくは日が沈み出している夕方に1回の計2回あげましょうっていうのは、これ真夏です。いわゆる7月8月とかもう40度ぐらいになってくるときは、そういったスタイルをおすすめはしています。で、実体験としても、芝生を剥がしてしまって人工芝にリフォームしたいっていう方たくさんいるんですよ。それだけじゃなくて、手入れが嫌だからコンクリートに全部打ち替えますっていう方も中にはいるぐらいなので、それぐらい管理は大変と思ってもらった方がいいと思います。中には TM9 というね、高麗芝を品種改良したすごく伸びづらいので手入れが楽ですよという芝生もあります。ただ日向はすごく伸びづらいんですけれども、日陰になったら少し伸びやすいという特性もありますので、このあたりもね、ちょっと覚えておいていただいた方がいいのかなと思っております。5戦目、こちら防犯カメラです。これもね、ちょっと画像を見ていきましょうか。よく見る防犯カメラなんですけど、パナソニックさんの VLWD813K っていう商品ですね。結構推奨して設置される方いるんですけれども、ハウスメーカーさんとかでも多いですね。ただこれ使ってもらっても全然いいと思います。インターホンと連動して使えますので、すごく使いやすいのかなと思いますし、検知センサーもついてます。熱センサーですね。人が来ると反応して音が鳴ります。で、照明がついたりとかね、 LED ライトが自動点灯しますって書いてありますけれども、結構音が鳴ったりとか防犯性は高いです。ただ1個デメリットがあって、値段結構高いんですよ。値段が高いので、これお値打ちだったらいいなと思うんですけれども、もしね、値段抑えたいという方であれば、楽天とか Amazon で防犯カメラ調べてもらって言うとたくさん出てきます。楽天 Amazon で防犯カメラと検索してみてください。そうするとね、大体1個ね、数千円から、高くても3万円ぐらい、1個あたりそれぐらいの商品出てきますので、この辺りでいいのかなと思ってる派なので、防犯カメラもし気になる方であれば、この辺り使ってみてください。具体的な防犯カメラ紹介しておきますね。こちらになります。たくさん種類あるんで、何がいいのって思ったりするかもしれないんですけど、僕は大体これを使っちゃってました。種類も豊富で、モニターを買わなきゃいけないっていうメリットなのかデメリットなのか分かんないんですけども、それはあります。なので家の中にモニターが絶対ついています。で、なおかつ防犯カメラも1個から10個とかね、たくさんつけることも可能です。なので家の四隅近くをなくすように10個ぐらい設置することもできますし、カメラ1台あたりもですね、結構グレード選べるんですよ。10万ぐらいのものから 2,3 万のものまで選べますので、めちゃくちゃ幅広く使えるっていう部分もあるので、一人一人のこだわりやグレードによって画質とかの、さっき言った声を出せるとかいろいろありますので、このあたり気になる方チェックしてみてください。ただ一個欠点があって、値段も安いし使い勝手も良くて、スマホからも見れたりするんですけれども、ちょっと初期設定がめんどくさい、プラス録画見ようと思った時も若干めんどくさい。パソコンみたいなモニターがつくんですけど、マウス操作していちいち調べなきゃいけないので難しいっていうのと、パソコン苦手な人は抵抗があるっていう、プラス何かあった時にしか見返さないですよ、盗難があったとか。ってなると、そもそも操作慣れしてないケースでそのまま操作をしなきゃいけないので、これが結構ネック。だから数年に1回泥棒に入られました、車のタイヤがパンクさせられましたみたいなのあったとするじゃないですか。そういった時だけに見ると思うと結構大変ですよね。毎日パソコン触ってたりすると操作楽なんでいいんですけど、年に何回かとかなると全然もうやり方わかんないってなっちゃうんで、ここだけネックかなと思ってました。で、続いて第6戦目ですね。こちらカーポートなんですけれども、三強アルミさんでエアロシェードというカーポートがあります。こちらね、僕はあんまり使ったことないんですけれども、これ採用するとお値打ちではないので、費用対効果が悪いのかなと思っちゃうカーポートですね。エアロシェード見た目かっこいいですよね。斬新で今までにないカーポートって感じです。これただね、あまり商品数としては出てないらしいので、差別化をしたいという方にはうってつけのカーポートです。なぜかというと、全国的にそこまで台数が出てないからですね。噂だともうすぐもしかしたらなくなっちゃうかもしれないので、他の方と差をつけたいとか、限定的なものが欲しいという方にはおすすめです。なのでそういった方は急いで買った方がいいです。木を見てもらうと、奥行き5400、間口5800ですね、約。で、
高さ2600のカーポーチで金額が222万7100円ということですね。半額とかで考えても100万オーバープラス工事費、結構これ大変なので、ね、工事費とか基礎代を考えると150万とかそれぐらいになってくるカーポートなのかなとは思います。でも見た目すごいかっこいいのでちょっと憧れますけどね。このカタログ見てもかっこよくないですか。あんまりないので、そういったカーポート他と差別化したいという方に本当おすすめなので、ぜひ気になっている方であれば、多分廃盤になっちゃうので今のうちにゲットしてみてください。ただね、カーポート何でもいいよっていう人に関してはすごくもったいないというか高いので、そこだけはネックなのかなとは思いました。続いて第7戦目、リクシルさんのタイルデッキですね。こちらはですね、意外とねウッドデッキのタイル版というイメージです。なのでおすすめしないというよりは、普通のタイルテラスあるじゃないですか、あっちのがねコスパがいい。なぜかというとタイルデッキって結構重量あるんですよ、ウッドデッキと違って。だからタイルも重いじゃないですか、それを乗せていくので下を砂利だと沈下しちゃうんですよ。だからタイルデッキ下はコンクリート必須になるんですよね。ってなるとコンクリート台プラスタイルデッキっていうことになってくると結構高い。なので結果的にね採用されたことほぼなくてですね、実はカタログ見てもらうと分かるんですけれども、ステップなしの商品で間口3600、奥行き2400っていう商品ですと定価で46万2500円ぐらいの費用からです。でこれ 40% オフとかいけないんですよ、実は仕入れの問題で。ってなると30万後半とか半ばぐらいプラスさっきのコンクリート代って考えてくると、タイルテラスでもコンクリート打つんですよ。ってことは結局一緒じゃんっていうことになっちゃうんで、ってなるとね結局こっちの方が高くなっちゃうんですよ、タイルデッキの方が。だから採用されないっていう背景がありました。じゃあこのタイルデッキどこで使うのって思うじゃないですか。ただね一個すごく便利な場所があって、どういうことかというと、普通のタイルデッキどうやって作るっていう、さっき言った生コンとか使うんですよ。でブロックとか枠で作って、型枠組んでこうブロック積んで中に生コン流し込んでタイルを張っていくってなると、普通のご自宅ならいいんですけれども、高低差が2メーターとか3メーターとかになると高低差があって搬入が大変とか、そういった現場になっちゃうと、こういったタイルデッキとかの組み立てて張ったりするぐらいなので施工性がいいので、そういった3メーター2メーターの高低差ある場所に関してはこのタイルデッキは使えるのかなと思いますので、そういったところに関してはこっちのお値打ちになるケースがありますので、そういった特殊の土地の方は覚えておいてください。なので通常の場合は普通のタイルテラスでいいのかなと思います。ただ特殊な土地ですね、さっきお話した高低差があるとか、すごく道が細くて生コン持っていけないよとか、そういった現場ではいいのかなとは思います。続いてですね、第8戦目、こちらカーポートになります。エクウォーレネックスっていう商品ですね。これ三強アルミさんのカーポートなんですけれども、ちょっと昔っぽいのですみません選出させていただきましたが、僕も出したことないのであんまり今出てないと思います。基本的にカーポートたくさん種類あって、ちょっとね昔っぽいイメージのカーポートになります。なので昔ながらのカーポートが好きという方にはぜひお勧めしたい商品となっております。価格帯ですね、奥行き 5m、 間口2700とか、よく使う一般的なカーポートのサイズですと定価で46万6900円という価格帯になります。で定価の半額とかだと22、3万とか、そういう形なのでよくある価格帯なので、全然値段的に高いわけでもないんですけれども、ちょっとね曲線っぽい感じが今時受けされないので、どっちかというと今ってフラットな傾向がありますので、フラット屋根とかそっちはね重宝されてますので、そういうことを考えるとあまり出ないのかなっていうところと、もうすぐもしかしたら廃盤になっちゃうのかなと思いますので、今これをね新築でつけちゃうと代用品がなくなったりするケースもありますので、もし今使いたい方であれば、サンキュアルミさんですとスカイリードだったりセルフィーとか、この辺りのカーポートを使ってもらう方がいいかと思います。使ってる材質や素材っていうのは基本的に一緒なんで、形見た目が違うだけです。であれば皆さん今後もね長く使っていただけるような今時のカーポートがいいですよね。それがセルフィースカイリード、このあたりになってくるかと思いますので、ぜひチェックしてみてください。はい、では第9戦目ですね、こちら立水線になります。ジラーレディオという立水線になります。こちら何って思うじゃないですか。ジラーレってたまに皆さんおすすめしてませんかって思ってる方いると思います。まさにその通りで、ジラーレよくおすすめしてますね。なぜかというと機能性も良くて値段も安いからよく使えます。でこのジラーレディオって何よって思うじゃないですか。あんまり聞いたことないよって思う方いると思うんですけれども、カタログ見てもらうと分かるんですけれども、ディオの方はですね22,300円というシャワーがついていたりとか、補助蛇口がついていたりとかするんですけれども、費用がね 95,900 円というかなり高額になってきます。なのであまり今は出ないのかなというところで選ばせていただきました。通常の立水栓で良ければ、さっきのジラレだったりとかジラレ W であれば値段が 3,4 万なんですよ。シャワー付きのですねジラレデュエの方は 95,900 円とかそれぐらいしちゃうので、もったいないのかなというところであまりおすすめはしてませんでした。なので僕もねこれはあまり使うことはないんですけれども、でこのねジラレデュエっていう商品なんであるのと思うじゃないですか。理由があって、これお湯が使えるんですよ。お湯の混合栓になってまして、いわゆるお外で露天風呂じゃないですけど、お湯を使いたいとか、ペットのワンちゃん猫ちゃんをですね外で洗ってあげたい、
たい、冬場寒いじゃないですか。そういう時にこのお湯が使えた方が便利だよねっていうことで使われている商品です。ただ一般の方、この条件の前提としてですよ、露天風呂使いたいという人はもちろんいいですし、ワンちゃん猫ちゃんのためにほぼあるようなものなので、そういったペットを飼われている方はこれは全然いいと思いますし、これは僕も提案させていただくことはあります。ただとりあえず使うかわからんけどお湯が欲しいとか、お湯使うかもわからんぐらいの人がこれを使うとただただ費用対効果が悪いのでもったいないのでやめた方がいいよっていうお話でした。なので一応ね、こういう商品もあるんだよって頭に入れておいていただけると、外でお湯が使えるという発想皆さんなかなかないですよね。そう考えるとすごくプラスになりますので覚えておいてください。はい、続いてですね、第10戦目、リクシルさんのフェンスなんですけれども、これ過去に僕1回希望されたことあるんですけど、リクシルさんの防音フェンス、スヤヤという商品になります。こちらね、まあ個人住宅で採用する人あんまりいないというか、僕は提案で見積もりを作ったことあるんですけども、ものすごく値段が高くて断念したことがあります。どういう商品かというと、しっかり目隠しをした上で防音フェンスということで、騒音対策みたいな形で使われるフェンスですね。なので個人住宅では基本的に使われない。イメージとしてコンビニとかにあるイメージ。コンビニの裏って近隣の住宅外にあることも多いので、そういったコンビニがですね、近隣に配慮して防音フェンスをつける、こんな感じの役割によく使っていますね。遮音パネルと言いますので、音をシャットアウトしてくれます。そういった効果がありますね。ただ個人住宅でそんな夜中うるさいとかあんまないじゃないですか。だから基本的に個人住宅で使うことはあまりないんですけれども、一応こういった商品があります。過去に1回ね、そういった防音気にする人がいて設置検討された人がいました。ただ値段がものすごく高いので、高さ2メーターぐらいの防音フェンスで金額がですね、大体本体価格だけで228,000、結構割高なんですよ。でセット価格見てみますと、高さ2845mm でやつと1枚のスパンで363,600円って結構高額なんですね。なのであまり採用されないので、もし防音気にしてる人がいても他の商品で代用してもらったりとか、一度外交屋さんで見積もり取ってもらってもいいんですけれども、値段費用対ちゃんと考えてもらった上で使ってみて検討してみてはいかがでしょうかという商品でした。なのであまり普通の方は使わないと思うので一旦忘れてもいいんですけれども、もし音が気になっていてこういった商品探しているという方であれば一回検討してみてください。はい、ということでね、本日は採用しない方がいいんじゃない?トップ10選お話をさせていただきましたが、いかがだったでしょうか?皆さんこんなアイテムあるのとかね、知らないよとか、こんなの僕欲しかったとかね、そういった方もいると思いますので、今日の動画参考になったっていう方はね、ぜひコメント欄の方でも教えてください。コメントね、僕も見させてもらってますので、皆さんのコメントがね、僕のモチベーションにもなりますので、コメントどしどしお待ちしております。お願いします。今日の動画が良かったと思った方は、高評価とチャンネル登録をぜひお願いします。またね、概要欄の方に公式 LINE のリンク貼ってあります。登録していただいた限定の5大特典プレゼントしてます。登録していただいた方で施工事例集90ページ、基礎商品紹介、特選商品紹介、外交のチェックシート、さらに特典オリジナル動画の5大特典をプレゼントしています。またね、このチャンネルでは失敗しない、後悔しないための外交作りについて情報を発信しております。また僕はですね、今47都道府県にね、この株式会社ノエルを出店しようと思ってこの動画を撮ってるので、ぜひ皆さん応援してください。皆さんの街にもね、店舗出店できるように加盟店の皆さんもお待ちしておりますので、加盟店募集応募したい方はぜひご応募ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。今日どうですか？めちゃくちゃ疲れた。皆さんの画像ベースのいいのかなと思ったんで。てかさ、待って、いないんやんおらんやんおまけだけに来るっていう佐藤くんはそうですね、たまにね感謝しております皆さん。僕がずっと一人で喋ってたのに今日は疲れました。皆さん、家計ありとなしどっちがいいですか、はい、これもね、コメントで聞きたいですねどう思うのかってね。いるし、てか忘れとったっていう人もいるかもしれないし逆に聞きたいっていう人もいるかもしれないね。はい、お待ちしております。